こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではロレックスに関する様々な話題を扱っていきたいと思います。よろしければチャンネル登録の方をお願いいたします。本日は、スイスのロレックス工場が、一時的に閉鎖されたとのニュースが飛び込んでまいりましたので、その件につきましてお伝えしたいと思います。英語のニュースしかなかったんですけれども、ソースはこちらになります。こちらによれば、スイスにあるロレックスの製造工場がコロナウイルスの影響により、3月17日から3月27日までの10日間閉鎖されるとのことです。はい。こちらですね。こちら、ロレックスでもらったカレンダーなんですけども、3月17日から3月27日ですね。こちらまでの10日間閉鎖されるということですね。はい。先日の動画で、ヨーロッパの入国規制が行われたことはお伝えしたんですけれども、その中でスイスのロレックスがどうなってしまうのかなっていうところは心配はしておりました。その心配が現実のものとなってしまったという感じですね。この状況では、工場を稼働させるのは厳しいと思いますので、一時閉鎖という決定はですね、仕方ないとは思うんですけれども、今後の正規店への入荷に少なからず影響は出てくると思います。現状はこのニュースを見る限りですね、10日間の閉鎖ですので、そこまで影響はないのではないかと思いますけれども、コロナウイルスの影響でですね、ヨーロッパの外出禁止令などが長引いたりすると、閉鎖がですね、延長される可能性も出てくるとは思います。そうなると、物が作れなくなる期間が長くなりますんで、日本への入荷にも影響が出てきますよね。今現在でも、特にステンレスモデルっていうのは、いつ行ってもないという状況で、先日も正規店の状況については、動画でお伝えしましたけれども、ないという状況でした。今後ますますですね、この品薄に拍車がかかるということも予想されますよね。私個人の状況なんですけれども、私去年11月にですね、ロレックス、日本ロレックスの方ですね、正規店の方の協定で購入制限が設けられましたよね。はい。そこからステンレスモデルは変えておりませんので、早く買いたいなと思っているとこなんですけどもね、このニュースを聞いてますます買えなさそうな雰囲気をちょっと感じております。逆に現時点で購入できて、まさに今購入制限中という方々にとっては、今はどうせ制限中で買えないということなので、ロレックスの製造工場が閉鎖されたとしても、特に影響はないですし、むしろ購入制限期間が短くなったと同様の効果が発生しているような気もしますね。ですので、今、変えて制限中、ステンレスモデルを変えて制限中の方にとっては、良いニュースとは言えないんですけれども、少なくとも、そんなに影響はないかなっていうところですかね。私にとっては逆風が吹いてるっていうことは間違いないですね、これは。はい。さて、今後のロレックスの並行価格がどうなるかっていうところなんですけれども、現在はコロナウイルスの影響で、並行店の価格が少しずつ下がっているっていうことは、以前の動画でお伝えしたところではありますね。少なくとも、価格が上がるという要素は今のところ全くない状況でしたよね。ダウと日経平均の暴落が続いてますので、今後この暴落の影響が2ヶ月後くらいに腕時計の相場に現れてくるだろうというふうに思っておりました。しかしですね、ここに来てスイスのロレックス工場の一時閉鎖というニュースが入ってきましたんで、
ちょっとわからなくなってきましたね。つまり、まあ、日本ロレックスの正規品が日本にしばらく入ってこないという状況が続く可能性があるということですよね。そうなると、日本に出回るものが少なくなる。少なくともその日本ロレックスの正規品というのは少なくなる。ということになりますと、日本にあるロレックスのものがなくなるということですので、物の値段が上がるということになりますね。はい。まあ、物がなくなれば物の値段が上がるというのは、これはまあ、通常の経済の、これはセオリーですから、まあ、物の値段が上がるということになると、これは平行点で買うしかないと。つまり、日本ロレックスの正規品が、しばらく作られないということになると、平行点で買うしかないということになって、また平行点で、買いに走るということになるとですね、平行点の価格は逆に上がるんではないかっていうふうにも思っちゃいますよね。はい。もちろんですね、財布の紐が今皆さん固くなっているというところは、これはまあ間違いない事実だと思いますね。まあこれ経済がですね、かなりひどい状況になっておりますというか、その株価がですね、ひどい状況になっているので、まあ今はあんまりお金を使わないようにしようと。特にですね、時計なんていうものは別に生活必需品じゃないので、まあ、真っ先に、まあ、買わないようにしようっていう、しばらく買わないようにしようっていう、まあ、マインドになりますよね。まあ、そうなるとですね、まあ、普通は下がるんですけれども、このスイスにあるロレックス工場の一時閉鎖っていうことになると、物がなくなるので、まあ、上がるっていうことになりますよね。ということで、今後のロレックスのこの相場がですね、一層不透明になってきていると、いう状況は今すごく感じてますね。ですので予想がしづらくなってまいりました。はい。まあ今は果たして買いなんでしょうかね。まあかなり悩みます。現行の116500ですね、 LN、これが下がってきたらですね、まあ買おうかなって、平行点で買おうかなとは思ってたところではあります。今私はですね、持ってないんですよね。116500の LN ですね。こちら持ってませんので、画像で映っている、今動画で映っている、まあこちらですね、16520と116520しか持ってませんので、ここにですね、116500を加えたいなとはもう本当にずっと前から思っているところではあるんですよね。はい。で、今、116500ですね。下がってきてます、確実に。私が、まあ、常にチェックしている平行点の価格は、やっぱり下がってはきてるんですよね。なので、本気で今、ちょっと買おうかなって思ってるところではあるんですけれども、ちょっと今日の、この、ロレックスの製造工場の閉鎖っていうところを聞いて、どうなんだろうっていうところ、また悩みがちょっと増えてしまったという感じです。はい。つまり、現行デイトナーがしばらく製造されないということになると、今のうちに平行点で買っておいた方がいいのかなともちょっと思っちゃってるんですけれども、上がってくる可能性もありますんでね。はい。まあ、悩みの種がまた一つ増えてしまったという感じでした。皆さんはどうされますでしょうかというかね、予想されますでしょうかというところです。まあ、正規店でしか買われない方は、結局正規店の、品薄状況が続くことは確実に言えるということになりますね。ますます品薄になる。まあ、品が豊富になるということはないですよね、少なくとも。この工場閉鎖によって。はい。以上、スイスのロレックス工場が3月27日まで一時閉鎖されるというニュースでした。
最後までご視聴いただきありがとうございました。